おナイス、抜けた。とにかく点が薄いな攻撃だったんじゃないでしょうかね。そうん、変に出ちゃうんですよ。いやもう本当に時間ないんですが、そうウィリアフリやっていきます。自己いいよし、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、もう一回、ちょっと面白いな、思いついた。さあ、ウィリアプリやっていきます。自己いい。ラジニョン。お前、それ俺のことか。違います、違います。俺が、俺の挨拶ですよ。樹海さんってロナウジーニョに似てるよねって、実際コメントあったから。いや、俺ロナウジーニョ結構俺好きだよ。プレイが。プレイが。あ、プレイがか。でもロナウジーニョ強制やんないのかな。あ、もうやりました。ロナウジーニョ直しましたよ。先輩だよ。だよな。うん。お兄ちゃんと呼べ。じゃあ、ブラザーと呼べばいいか。ということで、うん、いろんなイベント動画とかもあってダンスタイミングがそびれちゃったんですけど、うん、僕あの今レート900を目指してオンラインやってるんですけど、ちょっとね今レートがうるさいな、ちょっと、レート796まで上がってる状態で、うん、オンラインチャレンジをした動画を持ってきました。その後あれ最近まあ、一応そこを達成しましたよってやつね。そうそう、それをちょっと見てほしいんですよ。なるほど。今がどうかっていうのはね、まあ、またちょっと別途置いといてということで。まあ、今が一番重要なんですけどね。ぜひ皆さん一緒に見ていただければと思います。はい。動画、スタート。まあ、オンラインチャレンジのパーティーですね。なんかトップ下がいつもと変えてます、うん、いや、トップ下俺最近ドラッグスラーなんだよ。で、カラスコ。で、ディマリアね。まあ、これ勝てば、まあ、引き分けでもいけるんじゃない、もしかしたら。引き分けでもそうですね。さあ意外、あ、そうか、結構相手のレートも高かったんですよ、うん、750、はい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 、ちょっとあの、まあ、コンディションアスピリクエタだけね、視聴者いなかったんで、ナチョも1830、ね、はい、なるほどね。まあチームパワー的にはそんなに変わんない感じですかね。お、いや、俺らのね、この成長を、うん、あ、そうか、樹海ははい、フロンターレの方だな。僕川崎の方なんで青ですね。いや、すごい機敏な動きするな。相手もサメとかいるもんで、結構で、パウリーニョからね、で、ディマリア、はい、そうで、ここで即座に前に出す。まあ、この取られちゃうところとかね、うん、やっぱまあ、いつもの樹海ということで、やっぱプレス早いね、強い人っちは。前線でのでやっぱ取られて怖いわ。ただ樹海さん、あんまクリアしなくなりましたね。そう、なんかクリアして取られちゃうよりかはもうパスでポゼッション上げたいなと思って、うん、さあでディマリアからカルバハル、うん、でパウリーニョね。そう、なかなかねやっぱ硬いんすよ。でここがやっぱガチ勝負だなって感じっすね。いや勝ってー、勝ってよ、強いな。でここでなんていうかね、バイリーが、まあ、あそこ通ってたら1点入れられた。あそこ通ってたら1点いかれたね。かなり相手支配率高いね。うおー、はい、お、来た、いけ、ナイス。いや、これはチャンス、まあ、これが樹海ですよ。まあでもこれ夢と希望の動画だからな、まあね。さあここでね、カルバハルがいいディフェンスをするんすよ、うん、お、クリアした。そしてナイス、パウリーニョでレバさん、うん、ただここがねやっぱ強いんだよな。オフサイドね。さあ、おお、あ、でもここから後半です、ね、樹海の方が支配率高いんだ。そうなんですよ。俺どこで持ってたんだろう、逆に。ああ、まあキーパーかな。キーパーか。さあ頼むぜ、エクシー樹海。まあ支配はできてるということでいいんじゃないですか。いけ、レバさん。絶好の位置で受ける。まあ道ができましたよ。うん。マスクのことについてですね。で、ゴール決めるんですよ。そのマスクのことに遮られながらもゴール決めてきてるね。いや、あの人もやっぱどうにかして伝えたかったんですよ。いや、本当に。しかも一番いいシーンで、いや、またいいシーンで、またコメント来ねえかな。やめろ、それ期待すんな。お、いけ、お、ナイス、お、投げた。おえー、ここで決めるんですよね。まあ、あとは無効試合期待ですね。いや、そんな期待しないでくれ。無効試合されるとかじゃないよな、今回の動画は。そんなわけないよ。決められるんすよ。あ、分かった、オチ分かりました、オチ分かりました。なんすか。あと2点入れられて無効試合お前がして、あの、お前そんなの出せねえよ。それ出したらもう炎上だろ。あ、危ない、やばい、すげえ戦い取ってんだよな。ドラクスラーやっぱな、スタミナがちょっとあんまないんだよ、ね、スタミナないね。すんごい使いやすいんだけど、
なんであそこでポーズ入れた理由は、うん、ドラクスラーが赤くなったのを見て、うん、いやでここを防ぐんですよね。危ない危ない、これ本当に危なかった。あれキーパーカーンじゃないんすね。キーパーカーンじゃない、まだ全然染まってないからドラクスラー、お俺いつも最近レバンドフスキー下げるんですよね。で結構レバーさんのトップ下ってどうなの。レバンドフスキー体強いから、うん、なんかトップ下ね持てるんだよね。ああじゃああれか、だからあれみたいなソクラテスみたいな。ただベンナいいんすよ。あいやさあ頼む、いけレバーさん、オッケー、おシーゾー見せてやる、これ勝てんだよコンパニー、オッケーで、ここね、ちょっと変に出ちゃうんですよ。マジか、このワンチャンスを決められる。いや、もう本当に時間ないんですが、おおおおおおおわっ、あ、これしかもあれか、ロスタイムか、これ相手、うわ、こういうなるんだよね、よくっていうタイプじゃん。いや、本当にね、それをしてやったタイプだ、俺が悪者になってるタイプよ。でこれ無効試合されない？いやこれ勝ったんすよね。おお、てかシュートも相手2でお前3しか打ってないんだ。 100% の決定力だなお前ら。どっちかっていうと守備の戦いになったみたいな、うん、801に上がったんすよ5しか上がらないっていうね。